はいい清水ですや読売業、お前もかっていうふうに多分、菅さん思ってると思います。ややっちゃったね。やっちゃった、読売でやっちゃったっていうことで、あと TBS は、むかつくないつものことだけどっていう感じで、多分、菅さん思ってると思います。はいなんか内閣支持率を大変気にされている菅さん。さあ、みんなするよ。まあ、それはしますよね。で、これ重要なポイントはですね、総理大臣とか政治家は内閣支持率気にしてるんですよ、世論調査の。 ね、で、うん、これはいろんなジャーナリストの人が聞いたんだけども、うん、政治家が実際のところねえねえ次の内閣支持率どういうふうになりそうとかっていうふうに聞かれたりもしたらしい。あの者者がね記者がねね、はいえー、つまり、えー、内閣支持率は陰謀じゃないと<笑><笑>あのそういう前提で, <laughs> で、ね、あの取り上げていきますので、はい、全くねもう内閣支持率が上がったら陰謀だっていうふうに言ってですね内閣支持率がですねうん、うん、下がったらうん、うん、ね新しい評価だと。 <laughs> いうなきゃが、多く。占いみたいな、ね。こ <laughs> ういうのをですね、四文字熟語で言うと、家電、はい、引水、研究、深いと言うんですよ。簡単に言う。<laughs> <laughs> まあ、そんなわけでですね、はい、あの、どういうことかというとですね、うん、はい、えー、東京五輪中止、えー、開催が三十九パーセントということで。えー、中止、五十九パー。ね、ねあの、駐車五十九パーセントで、開催三十九パートというふうになったんですが。うんうん、これですね、読売。いったぱいた、いったぱい、いっぱい。偉いね。偉い。 いや、一個褒められるポイントがあります。この質問をですね、この見ていきましょう。はい、これですね、ついに延期が消えました。そうなんですよ。まあもうね、今の段階でって感じですけどね。ないない。はい。まあないということなんだけども、ええこれですね、まあ今までの世論調査はですね、いろんなところが必ずまあ後で紹介する TBS とかもそうなんだけども、ええこれ延期 っ、うん、っていうのが入った再延期っていうのが入ってたんだけども、はい、今回読売新聞はですねついに延期を消しました、うん、消しましたねまあ延期はいそんなことできないとはい、はい、で、えー、次に観客を入れずに開催する無観客開催、えー、観客を制限して開催する16%答えない、うんうん、答えないがこれ多分、えー、数的には5%いるんだなうんですねはい、はい、で、えー、これ何が重要かというとですね、うん 通常通り開催を望むというのは、もはやゼロパーセントであると。そうですね。そこが重要なんじゃない。はい。だから、そう考えるとさ。答えないですらないもんな。あの、このタイトルもね、苦しい。うん、ここ、あ,あの。開催。開催39。三十九パーセントって書いてるじゃないですか。通常開催じゃないもんな。そう。あのー、ここが、もう、すがさま、大変申し訳ないんですけど。一応見出しでですね。<laughs> こちら、あの、開催三十九パーというふうに表現させて、ね。 どうかどうかご容赦をってかっていうふうに言ってはっっていうふうにないな長谷ガさんがか <laughs> <laughs> っていうふうにはい思われていた、はい、なるほどつまりですねこれ正しい見出しは、うん、中止59%制限付き開催39%なんですよねで通常開催は0%まで書くとまあまあまあもう素晴らしいまあそもそも選択肢に入れなかったのかもしれないでまあ入れなかった、うん、あから まあじゃあどあのこういうふうにこうなっているんですよね。うん、で、えー、じゃあ、内閣の支持率をですね読売新聞で見ていくとですね、はい、えなんとですね、読売新聞、これね、全部のあの調査と回答というふうに書いているんですが、ここじゃーん、支持率43%、支持不支持率46%、つまり不支持率がなんと支持率を超えた、なんと、読売なのに読売なのに、のにもう、あのどちらかというと、もう新聞じゃなくて、政府の広報誌なんじゃねえかっていうふうに。<laughs> 私基本的にですね産経新聞と読売新聞は非常に政府寄りだなというふうには思うんですよね。はい、で支持しない、うん、46%でまあこれ括弧の中に入っている数字ありますねこれ前回ですね。つまり支持率がダウン。ダウンですねしがアップですねということで、はい、これはですね大激震ですよ菅さん大丈夫かなと。ね 気にするよね。午前中明けに突然ね。ええー、ちょっと俺休まずに働いてたのに何これむかつく。一日百万回とか言ったのに。一日百万回とか行ったのにワクチン絶対打つって言ったのにって。<laughs> 逆に晴れがよくだなかって。まあ細かい理由も書いてあったっけ？うん、まあ書いてあるんだけども、うん、まず大枠から説明していきましょうか。はい。はい で、えー、次にですねこれがあの TBS 系列、ね、JNN、ね、これでいくとですねまあ、内閣支持率がですね、うん、まあ非常にこの下がったというようなこのニュースがですね、うん、出ているんですがこのニュースを見たんですけど、うん、TBS ってさ意外と。 厳厳ししかっったんだねねずっと、うん、結構厳しいです TBS の世論調査によるとですね基本的に不支持がここ最近、うん、1>, 1月あたりから上回っていると今ちょうどいいタイミングで言いそうです。うん、でコロナウイルスの対策を評価するもだいぶ下がりまして、うん、上評価しないがこう増えちゃったと。はい いうふうにそうですねコロナウイルスの対策を評価も何も何かやってんのかっていう次元だからね100万回やるって言ってくれたよ、うん、ああまあワクチンね、うん、だけど緊急事態宣言は評価す、うん、ねえね<ー>でこれねあのー、読売新聞のやつとかでもそうだったけども、うん、なんか緊急事態宣言は評価するらしいっすでまあんよりはマシったことじゃないはい、はい で、えー、自粛疲れを感じる人も増えているけども、はい、緊急事態宣言は評価する人。だから毎回俺思うんだけどこの世論調査ってさ本当に同じ人に聞いてんのっていう次元で結構ですねんなんかあこれもね,あねできると思うできると思わない <laughs> 73%が <laughs> いい無理だろうというふうに言ってて、はい、でオリンピックほら これがオリンピックのやつなんですよ。うん、これさ、通常通り開催すべきだとかって言ってるやつさ、ちょっとニュースビザさすぎで二パーいんの？うん。すごいね、外国人来れないのに通常通りの開催。うん、通常通りの開催の意味がちょっと。いや、通常通りの開催は海外観光客も百万枚近い海外チケットもれこれあのちゃんとあの来るなしっったけど、うん、これもやっぱりすいません来てください。はい なるほどいうふうに言ってルとねええー、観光客もだんとかーいって思ってるのがワクチン打ったのかもしれないほらワクチン打った人2%パーぐらいだから <laughs> 確かにま <laughs> でも医療従事者だよほとんどまあそうだね、うん、医療従事者は来てほしいなこ,これはさ「延期すべきだ」が入ってんじゃん本当だで「中止すべきだ」が一番下の37%なんだけども無観客開催とかさだから「延期すべきだ決せ」って。 まあ延期と中止合わせたら65%いるから。でそう考えると、うん、あのこっちとね、うん、ちょっとまあ,まあ似てる2回寄ってくるじゃないですかそです、ね、読売の安さね。うん、ででもさもうこのなんか通常通りとか延期とかもう意味ないから、うん、意味ないのを入れてはねいきません。うん、はいで、まあ、ちなみにあのー、さあ,、えー、あほうこれこれこれ。あ内閣支持率は 下がるんだけど、憲法を改正すべきで緊急事態宣言は評価するっていう。すごいね。精神分裂。<laughs> でも、あの国民投票の改正案については。はい。させる必要はありません。でも憲法改正。<laughs> ああ。こういうこと。<laughs> 多分、これに答えた人がですね、はい、本当に同一人物なのであればですね。えー、ちょっと二つの可能性が。考えられます。うんうん、ものすごいアホ。 もも <laughs> ものすごい。身も蓋もないい。身蓋なな。<laughs> <laughs> なはんか「あのすいません TBS ですけど世論調査の電話なんですが」っていうふうに電話かかってくるじゃないですか「うんうん、ね。うん、あ TBS って何だったっけ?」って多分そういう次元なるほど「ね、TBS 食べれる」ってそうそうそうで「えー、っとオリンピック開催どう思いますか通常開催えー、再延期えー、観客を制限してうんぬんかんぬん」とかって言われてもう5個目ぐらいでわかる <laughs> なんだっけな、あのー、オリンピックって

傾向にはならんだろうそうそですね <laughs> 憲法改正は支持するけども <laughs> 国民投票法改正案は今夏では今国会では成立をあの反対とかってさ、まあ、雰囲気で答えてるのかもねもう何て言ったらいいの芯がないないね、えー、これがあの一つの可能性ですねもう一個もう一個2番目これはですね、うん、精神分裂ですね いやこれはでも実は結構重要な問題で、はいうん、この安富さんの立場主義にもかかってくるとな、ね、あなるほどあ,あなるほどはいでオリンピック通常通り開催すべきだっていうふうにこう答えるつるじゃないですかそれは何なのか、うん、だってうちの会社スポンサーだしとかあるいはたまたま NTT の社長とかにつながったかもしれない電話回線なるほどねそしたらいや「オリンピックやるべきでしょ」とかっていうふうにこうなるんだけども、うん 緊急事態宣言に関してはですねあの評価はあのするんだけど憲法改正はこう指示して今国会はとかっていうふうにこう立場ごとに、うん、なるほど要するに一本芯が通るんじゃなくって、えー、質問ごとに自分の立場立場立場、うん、で答えているとですねこういうわけのわかんない結果になるんですよ。分裂です。あつまり分分精神分裂ってていうううのののはそあなんんだろう 日本で生きる上で、精神を分裂させざるを得ない人たちという意味ですね。まあ、ああ、まあ、もう、ああ、まあ、そういうのがね、おそらくすごくあるのではないかなというふうには思うんですけど。まあ、でも支持率を下がりましたね。下がったねー。ー下がったし、いや、やっぱり読売で下がるってなかなかですよ。なかなかだよね。うん、ね読売、お前もかっていう。<laughs> しかも再現期のやつまで決してなんだこのやろうみたいな攻めてんじゃんって感じだね。っていうふうに思うんですけどまあ支持率なんんでで下がったしょうかねだって緊急事態宣言はねどういうふうに言ってるかっていうとですねまず読売新聞に関してんかさよく分かんないんだけど新型コロナウイルスの対策これに関してはですね読売新聞こっちは読売新聞なんだけども評価最低なんですよ。 えー、どういうふうに言ってるかっていうと,、えーとね、緊急事態宣言あったあった、はいうん、これすごいよね新型コロナウイルスをめぐる日本政府の対応を評価しますか評価しない68%これ大阪四都府県の11日までの緊急事態宣言について愛知と福岡を追加し今月末としましたこの期間は適切だと思いますか、うんうん、適切と、えー、が39%、うん、なんだけど短すぎる。<laughs> も含めてですね。なるほど。八十二パーいるんですよ。すごくない?これ。うん、まあ、これまでの対応を評価しますかっていう中に、うん、まあ。評価しなくはないけど、でも全体的にはやっぱり評価しないかなってうな。何なんだろう、ね。ちょっと日本人向けの質問じゃないんだけど <laughs>。もっと玉虫色の質、なんか答えを用意してあげないと。菅さんも頑張ってはる。かっこでも評価しないとか、なんかそういうやつ。まあ、だから、これ、こ、世論調査の傾向を見ていると。うん、なんかね。 もっと緊急これいつもそうなんだけども緊急事態宣言をもっともっともっとっていう傾向が常に一貫してありますはい菅さんいつも私言ってますけどロックダウンしたらいいんですよねね路上飲みとかしてるやつを火炎放射器で焼き払う怖すぎるでしょデビルマンの世界でお前何酒飲んでんだとバーって家でスイッチやれって。 それはイタリアの首相のプレステーシで、うん、もやっとけ、うんうんね、あのそのネタですけども <laughs>、はいえー、家でねこの家にいる人たち、うん、がやっぱり緊急事態宣言に対して評価はしてるんだけども、うん、路上飲みをしてるね若者とかね。うん 吊る上げてもうどん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 あの家にぶち込むっていうふうにしたら支持率上がると思いますよ。上がるんだ。上がる上がる。まあでもまあそうね。より強力な緊急事態宣言をどまゾ国民が望んでおります。間違いないです、これ。お金が出なくてもいいんです、そんなもん。 一致団結して、ね、ほどこの国難に立ち向かいましょうっつって私もズームですと貴地、まあ、ウイルス妥当であると一億総動員みたいなそういう感じでなるほどやるとですね外飲みしません勝つまでは <laughs> そう外飲みしません勝つまでは、はい、みたいな感じでえこうやるわけですよ酒飲みは敵酒飲みは敵だっね多分下がっちゃうあそっかうん ね、いやこれね、あの TBS でも似たようなあの傾向が出ていて、でこれ緊急事態宣言の延長についてどう思いますか？評価72パーだよ。おお高いじゃん。これすごくね。うん。ごいさん、緊急事態宣言は。 とにかく延長してほしいんだようんうん、うん、みんな結構本当だね確かにストイックさを求めているか、ね、いや意味がわからないロックダウンしてほしいっていうことかなねでで政府の対応評価しますかったら評価しないよって <laughs> 評価はしないんだけど緊急事態宣言は延ばしてほしいんだよって<笑><笑>大丈夫かこういつはってうん立場がいやってことはこれで ずーっとそうなんだけど緊急事態宣言をしてくれたら評価するっていうこの部分になるんだよねいろんな世論,世論調査見てるとはいそうですねでもさ多分ほんとそうなんだよ緊急事態宣言をさえー、っとまあやっている状況でさお金も配られてないんだよ、うん、これまともに考えたらさ俺は嫌だよ て試験の制限をされてさねっしかもいやらしいやり方じゃないですかそうですねねあのまあ大人な試験の制限っていうのはですね家から出てはいけませんと代わりにお金を配ってあげますその代わりもし出てしまったら罰金がありますよこれがまあなんて言ったらいいのかなまあ大人の取引じゃない国家国民のそんな感じがするんだけどあの特にね 法的根拠はないんですだけどもできればですね家から出てくれるのはやめてほしいなっていうもうついでにお金これでさ普通もっと俺減ると思うんだけどしかもこれ5月の8日9日に聞いたんでしょ、うん、でえっ、ー、と11日までの緊急事態宣言を31日までに延、うん、ばしますというふうに言ったのは確かそのあたりじゃなか、うんうん、そうそうそのあたりねうん。 だから、まあ、伸ばしたのは。伸ばしたけど、やっぱ評価はしないの、どっちなん。だから、もっとしてほしいんだよ。<laughs> うん、なるほど、三十一日は足りんと。足りん,足りん、足りん。ああ。もう、コロナに勝つまで、永久に緊急事態宣言。まあ、でも、東京五輪のこれ、あのー、うん、アンケートと合わせて考えると、アンケートというか調査か。五輪はどうすべき。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。これね。五輪を。 五輪はまあ中止と延期があるート65%つまり、えー、本来五輪をやるべき時期だった時まで緊急事態宣言にしてほしいんだよね、うん、いやだから、うん、菅さんが支持率伸ばしたかったら、うん、あの緊急事態宣言を8月ぐらいまでやることです。うん、まあそうででねもっと強力な、うん もう路上飲みしてるやつの、うん、あの写真をですねこうカシャってね都の職員とかが撮って、えー、身分証明書を見せてくださいって言って <laughs> でそらし上げ続けるすごっツイッターアカウントね怖っそれぐらいなるほど、うん、それぐらいか握手喝采ですよそこまでやったらねえなんかバカなリベラルのやつがねあの権利の侵害だとかっていうふうなのをねあのバカなリベラルと私は思ってませんよ 思ってないけど、ね、もう、そんなね、正しい行為なんて、あっという間に乗めばいいだ。ああって。<laughs> なるほど。はい、まあ、そうや、ね、県外ナンバーに石を投げるような国民だから。<laughs> そう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 。県外ナンバーに石は投げるは、匿名でさあ。東京に帰るとかね、青森県にさあ。おばあちゃん家に帰って。だから、そんな国民なんですから。もう権利とか義務とかね、憲法とかね。わかんない。もう。裏社会の罰則が大事。あ、そうそう大した また学んでしまったいやーもうこれさ <laughs> 毎回思うんだけど政府の対応は評価しない、うん、だけど緊急事態宣言は一長してほしいっておかしいだろお、ね、前らっていつも思うんだけど、まあまあ、厳しくしてほしいんでしょうあ厳しくしてほしいんだろうなまあ、うん、よく分かんないんだよね、うん、お金くばっだ政府の対応は評価しない緊急事態宣言も評価しない、うん、なんでそうなの <laughs> 実際しかもさ、感染者増えてるじゃないですか、増えてますね、昨日も千、0 0 0おとといも1 0 0東京ね、1032と1二2 1ですはいそうす今日0 0なんじゃねえので、まちょっと内閣支持率に関してですね、JNN のほう ?JNN はですね、こうやってまあかなり下がっているんですよね、でまあここをあの見ていくと、ですねじゃあ、支持する理由って何なて。うん。 菅総理に期待。あのこれが3.2%も増えてんですよ。閣僚の顔ぶれがいい。どういうこと？なんか変わった。ななんか期待してるの？4月から5月で新しい大臣とか入った。例えば麻生が消えた。あれ大大臣のストーリーだから消えました。ね。ね。で役に立たなあと武田良太総務大臣なんか無意識で記憶がないといえとかっていうふうに言ったあの 地方ですよ地方完全に地方でしょあれ <laughs> 国会答弁中にさ総務省のね、うん、役人が参考人かなんかで呼ばれてるのに、うん、無意識無意識でね無意識でですよね、うん、記憶がないと言えっていうふうに言って国会で録音とかされてる大臣がいるんですよ。でそれをが例えばクビになりました。うん、あれ確かか野党から 不麻生がいなくなりました <laughs>、はい、武田良太がいなくなりました、うん、あと誰かなあの死刑の犯行ねこのはいいいよ」っていうふうに言った後に赤坂で宴会する鉄の精神力を持っているですね上川陽子法務大臣というのがいるんですよ。でんか変わったいや。 何も買ってない。別に。買ってないけど、うん、驚きのですね。閣僚の顔ぶれがいい。閣僚の顔ぶれがいいから、支持するんですと。なるほど。はい。で、次になんと上がったのが。が自民党を中心とした内閣だから。あ、さっポイントもアップしますよ。すごいね。なんで。<laughs> なんでこれ。そんなに、え、そんな、まあ、野党に期待できないって意味だから。<laughs> 野党に期待できない。野党に期待できないだったらそう言うよね。野党に期待できないっていうのはないね。ないね。んんなんかよくわかんないけど。でも自民党が中心なことは評価してるけど、うん、政策に期待できるは下がってるでしょ。うん。わけ分からんな。<laughs> だからこの質がないかこ支持すると答えた人たちですね。うん、やっぱりちょっとアホなのか精神病院ですよ。だっておかしいじゃん明らかに。うん 分からん、ね、まああのそんなことを言いつつね、はい、いつもこの世論調査が出たら一、はい、本取れるから、うん、あのネタをありがとうございます <laughs> ごっちゃんですいつもあの思ってるんですよ楽でいいじゃないですか <laughs> そうですね私たちが調べるわけないからあまりにもバカな回答が出るからいつも笑える<笑>本当にだからあのごちそうさまでした <laughs> ありがとうございますあの菅内閣を支持する皆様方いつもとんちんかな回答をしていただいて誠にありがとうございますなるほどそういう意見もあったのかいやそうじゃなきゃ取り上げませんよこんなのアホすぎてね不支持の理由はね論理的なのかどうかもチェックしましょうかえっと政策に期待できないまず菅総理に期待できないこれねこれが1ポイント上がった1ポイントしか上がってないんだえ とてで、次に、えー、でも菅総理に期待できないこれすごいよな1ポイントしかさ、うん、この「期待できない」が上がらないんだ自民党を中心とした内閣だから2ポイント上がってますよあーいやーそれもさ今更上げる必要まあでも政策に期待できないは非常にこれはまだ理屈として通ってるよねうん,うん。うんうん これは理屈としてどうの顔ぶれが良くない閣僚の顔ぶれがよくないがさ4.2% <laughs> 下がってんだけどこれどっちもさ閣僚の顔ぶれがいいシースは上がってて不自治の人たちは閣僚の顔ぶれが良くないなんだけど要が、うん、下がっているうそか閣僚の顔ぶれが意外といいってみるて <laughs> そうだよねこれなんか知らない人事が <laughs> そう,うやば <laughs> えこれ支持する人たちは閣僚の顔ぶれがいいんですよつって3ポイントぐらい上がってて不支持の人たちですら閣僚の顔ぶれがよくないよ4ポイント下がってるつまり閣僚の顔ぶれはまあいいんじゃねっていうふうにみんな思ってるってことだよ、ね、これん,なんかあったかおあったかなちょっと驚愕なんですけどこれずっとイにいるとテレビでたくさん出てくるからなんとなく仲を見てるうちに仲良くなるっていうこの営業マンがよく使うジャイアンツの法則かもしれんな <laughs> 近いあんまり閣僚の顔ぶれがいいってねえなんか認識させられるようなことがあった方うがないんだけど。<laughs> が大事かしたいや、上 <laughs> がったばそうか、うん、まあだからちょっとここはね不支持の人たちに関しても謎なんですけど、<笑><笑>はい、でもまあ一応論理的に筋が通ってるなと思われるのは政策に期待できない。そうですね だ特に理由がないがすごい下がってるからみんなそれなりに理由があって不支持になったんだなって気もしますねうん、うん。まあこれはねあのー、非常にまあわかるから、うん、まあだから、まあ、政策に期待はできないから、うんえー、まあコロナの対応も評価しない、うんうん、でもやっぱり緊急事態宣言はもっと伸ばしてほしいっていうのがよくわからないんですよ どうなったらそうなるんだろう,う,んうん、うん、でもこれ毎回毎回私た,たち首をひねってますけれども結局わかんないですよ。いやだからあの結論としてはすごいバカなのか、うん、精神分裂を起こしてるかだとは思うんだけど場所的なで,でもでもでもですよ、うん、あのー、最初にも言ったけども政治家世論調査ってすごく気にしてるんですよ、うん、これ陰謀ではなくて、ねうんうん、これを見てチェックするわけですよね。うん すごいよね、そうよねねですねまあつまり緊急事態宣言は伸びるだろうってことだ。いや伸伸びた伸ばしても大丈夫と、うん、っていうことなんだけどじゃあ、えー、次のうちなんかこのかかよくわかんないない自粛疲れ自粛疲れだって順番にいくよ、はい、あのコロナウイルス対策は評価しない、うん、緊急事態宣言の延長は評価する <laughs> はあ <laughs> でも私たちとっても疲れてます、はい、っていう。 これだってとても感じるある程度使う感じるが68パーでしょ。うん、これあ,あのと、ー、いうことなんですかね。な <laughs> どういうことなの？自粛疲れと緊急事態宣言は関係ないんじゃない？政府の対応はいや自粛ってだって緊急事態だから自粛なんでしょうん。いやだから彼らの中では関係ないんでしょ。<laughs> ね、だって緊急事態だものって <laughs> 私が疲れてるのは私のせいうん <laughs> もう意味わかんないよ政府の対応は全く評価しないだけど緊急事態宣言は評価するんだけど私たちとっても疲れてますっていう人ってさいたらさ「うん、大丈夫?」って。 <laughs> ちょっと疲れすぎじゃないかだから疲れてるからわかんないああそうねえ何なほんとにもで次に、えっと、ワクチンについてなんですけども、うんえー、期待する期待してますねみんな期待するなーっていうふうになってるんだけども四月末まで打てると思うかって言われたらいやそれは無理っしょってはてて期待してないわけだなワクチンには感染拡大防止として期待できるけども えー、83%もいるんだけども7月末は無理だろうとま,あ、ね、まあこれは、うん、ここはでもまあ、うん、まだわかる、ね、あの何となく感覚としてわかりますねうん、うん、ただワクチンが本当に感染拡大防止のために役に立つのかっていうのはですねウイルスの変異とかもあってですねまだ未知数まあ海外でね今、うん、うまくいってますうまくいってますってニュースが流れてるから多分それに影響を受けてる可能性もありますけど。うんうん いやーまあそれでもっと驚きなのがねこのこれ、はい、憲法改正すべきかすべきじゃないかなんだだ改正すべき51%、はい、改正すべきではない32%、はい、分かんない人多いな分,分かんない人多いまあまあ素直でいいじゃないですか分かんないんだねっていう感じなんだけども、えー、憲法改正すべきだ51なんですよだけどもその憲法を改正させるためにはですね国民投票法 あのうん、ですね、改正しないためです。うんうん、それはちょっとね、させる必要はないかなみたいな感じになる。これ、何なの。つまり、<laughs> えっと。我々が決めたいんじゃないと、政府が決めてくれと。ええー。<laughs> 日本国憲法は、政府が決めてくれと、<laughs> 俺たちに、あの俺たちがそんなことを決めるわけにはいかないよってことじゃないの。憲法とはって感じ。<laughs> 憲法とは。<laughs> 国民が。 国を縛るものなんですかね憲法というのは国家に対する、えー、権利の制限ですよね。はい、で法律っていうのはその憲法によって縛られた国家があの法律を運用して国民にこれはやってはいけませんここまでやったら駄目よとかねでこれはやっていいという許可があったりとかで憲法が大元。 リバイアさん、ねバイヤさリバイアさんとか統治二論とか、あのホップスとかとマあのホップスと、トマス・ホプス、え、ちゃちゃちゃ、ジョンロック、ジョンロックだ。もうね、あの読んでみると私はいいと思いますよ。今日も読書ということで、ちょっと早いけど、まだまだ、えまだまだ、いやだってさ、あのこれさ、あの論理的に考えるんだったら、日本国憲法を51%改正すべきなんだったら、国民投票案も成立さべきだからさ。 五十一にならないと。で、じゃあ、好意的に解釈しましょう。はい、つまり、次期総称であると。国民投票は。っていうのは、えー、まずですね、衆参両院で。うんえー、まあ、与党がですね。うん、議席を確保します。うん、で、それで憲法改正っていうふうに、こう。うん こういう憲法で改正したいんだってこう出します。でその次に国民投票が行われて、そこで賛成が5割以上になったら憲法がめでたく改正。そうですね。という形になるわけですよね。あの自民党にとってはめでたいですから。で悲願だからってことは憲法改正のプロセスには今2つハードルがあるっていうことですよ。1衆参両院ね3分の2条自民党と公明党が取る。これできてません。今。でさらに言うとその次の選挙 衆議院選挙ですね議席を減らす可能性もありますしす、ね、小池百合子という爆弾も抱えております、はい、爆弾ですねーーでこのでそこでまず3分の2取らなきゃダメなってなでさらに衆議院それ,それが衆議院ね、うん、で次に参院議員も3分の2取ってないから、うん、ここで3分の2を取る必要があります、うん、ね3分の2以上 2>、うん、でその上でその次に国民投票法に基づくから、うん、はい この順番でいくと憲法はゆくゆくは改正した方がいいんだけども国民投票法はまだまだ、うん、改正しなくていいんじゃないですかねと。というふうに思ってるのかな <laughs>。あまりにもそれは 好意的な会社と言わざのいないじゃないですかね。<laughs> しかも今回の国民投票法案って別にあの公職選挙法とかに合わせる程度だから別に大した改正じゃないんだよな。うん、そうですね。うんでもねそういうことを言い出すとあのもうよくわかんなくなっちゃうから、えー、再生回数減るからそこはもう触れるのはやめよう。うん、<laughs> はい視聴率が大切で、えー、視聴者でもは視聴率主義ですから。ら <laughs> 再生回数になってなんぼですよ。ああで えー、まあ、こうそうでね、あのーまあのま今の国民投票法とかね、えー、憲法改正についてはですね、TBS しか取り上げてないんだよね、確か。あそうなんだ。えー、け確かね、JNN オンリー。うん、JNN オンリーで、えー、読売新聞は実は載せないんですよ、聞いてない<ー>何なんだろうね。うん 不思思議だと思うまあまあみんなも同じこと聞くよりはいろいろとバリエーションがある方がいいかもしれないけど、うんまあ、そうだけど<も>下手に聞きたたくなななかかかったのかなうん,なんか不思議だよね。でじゃあその次にですね、えー、次の自民党総裁にふさわしいのは誰かーということで皆さん TBS が選ぶまあ TBS が選ぶと TBS の世論調査によると、はい、誰が一位だと。 ちょっと先に画面に出す前に見ましょうか。1。ああ、やっぱりこの人かまあ、そんなにそんなになんか違和感ないですね。違和感ないですね。うん、違和感ないですね。じゃあ、えー、答えを言いましょう。じゃーん、これ答えは上から順じゃないからね。上から順じゃないです。答えはですねえ。22%河野太郎 でもわからない答えないも二十二パーいるけどね。まあまあ。なんで<も>毎回これに小泉進次郎の写真出してくるの？<laughs> 悲しくなるからやめてほしいんだけど。<laughs> 小泉進次郎だって堂々の四位ですよ。<laughs> だって一位が河野太郎で二位が石破さんで、えー、あ三位かあ三位ベスト三出してたこれ。へえ。ベスト三<ー>小泉進次郎。いや答えない分からないが一位だということにし。<laughs> <laughs> 驚いて驚きの安倍晋三が四位ですよ。 まあそうですねティカーの加藤活動にパスってあ菅さんは8パーしかないですね5位ですねいやーここ行けるよりことがはいないわけだあの、うん、まあもともと選択に入ってないからね、うん、でこれででもさ、うん、まずいつも言ってることだけど河野太郎さんはですね麻生派の派閥にいますから、うんうん、あの河野太郎が自民党総裁になるということは麻生 がですね河野派という名前にあ,あそうですねそんなことをあのじいさんが許すと思うか麻生太郎が絶対無理ですということは河野さんはですね首相になれません、まあ、あと麻生さん結構爆弾だからねまあ嫌でしょう <laughs> で,でやりたいもんね <laughs>、えー、<laughs> じゃあ次の石破さん <laughs> の石破さんはですねここ最近何て言ってるか、はい、菅総理バタッと言ってます簡単に言うと <laughs> あれこの人こんなに死んじゃかったんだっていう 最近名前聞かないもんね、うん。なんか感じになっちゃいまして。で、つまり石破さんもない。つまり一位と二位は国民の願望を表してるかもしれないけども、これないです。いろんなあの政治的な理由で。ってことは、えー、誰なのかということですね。三位のとして小泉進次郎になるわけですよ。<laughs> でもさ、いやないでしょ。<laughs> やめてほしいわ。四十六対四数字がとかなんかセクシーとかまあないでしょ。 日本の恥になる。<laughs> ないない。ないんだけど。じゃあ、じゃあそうすると、現実路線で行くと。<は>さっき十一パーセント取っていた。安倍晋三なんですよ。もう何度でもよみがえって感じだも <laughs> 何度でもケビ病使うよ、<laughs> 俺はと。なるほど、内閣。 いや、腹痛だ。<laughs> 第三次腹痛政権。一応 <laughs> <laughs> 内閣が。<laughs> 大腸です。大腸。大腸大腸。大陽性、第三次海洋性大腸炎内閣。<laughs> <laughs> いや、それちょっと、なんか安倍さんにも残酷だよね。なんで <laughs> だって安倍さん言ってたじゃん、<あ>菅さんから変わった方がいいとか、そうは思わないって。うん、でも,あれってもう、あんに、俺はもうやりたくねえでしょ まあるいは牽制だね、で、ね、そう考えるとね、現実的な路線としては、この次の自民党総裁にふさわしいっていうのは。安倍晋三、この四位と菅義偉。まあね。になるんですよ。は、ね、八パーセント、十一パーセント。になんの。読売評価。いや、わかんない、石破さんがしたたか、なのかもしれないよ。ああ、石破選手。あ、そう。どうなんだろうね、大ボル評価下がっちゃったけど。<laughs> 石破さんの評価。<laughs> えー、じゃ、これ、あえー、っと、これ読売バージョン。ん。うん これですね。一位やっぱり河野太郎なんですよ。本当だ。ねえ。で二位石破氏一緒。ああ、なんだね。ねえ、まで一緒。本当だ。まあいないが十四人だから。でえー、次に安倍晋三。やっぱり一緒なんですよ。へえ。でそうするとやっぱりですね。あの菅義偉。そうそうそう 四、四位と五位、菅義偉と安倍晋三。一緒回なんで野田さんが入ってくるんだろうね。野田さんは、やっぱり自民党で今幹事長代行だったかな。か女性の。もあるし、うん、野田さん自身がストーリー、総理を。そうだよ。言ってたなあの、な,なりたいと。こう言ってるんですよね。うんうん、ただ、あの、野田さんは、えー、旦那さんの問題があってですね。うん、ええー、それがちょっと、あの、さすがに総理になるのは厳しいのではないかと。 いうふうにこう言われているわけですよね、うん、うん。だからまあなんかいつもこの世論調査を見るとなんかリテラシー <laughs> リテラシーっていうのも違うね、うん、なんかもう知識のなさっていうのをすごい感じるそうですねうん,うん。な知っとうとうとてる名前にとりあえず入れた感あるしなどうやったらこうなるんだろうねいつも よくわからんが。私たちもセレン調査のこうバイトとかした方がいいのかな。<あ>ね自。自分たちでかけてそう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 。で、あー、なるほど、こういう意見だったのか。つ。一番最後に一つ決まっさよろしくっっ。<laughs> <laughs> ただのバーケティングじゃねえ <laughs> <laughs> か。農家で名簿屋でさ、うん、あの電話番号とか買ってきて。<laughs> ねそれであのこうんかランダムに電話してみるももももししししもしもしって営業マン時代に電話が全部やりましたからね一日200件300件の電話しますからちょっと聞いてみっかいやすごいなうん何なんだろうねこういうのってつまり新型コロナウイルスに関しての対策は評価しないけども緊急事態宣言は評価をしてもっと伸ばしてほしいなというふうに思ってはいる。 憲法改正は望んでいるが。が憲法改正は望んでいるが、国民投票法案は可決しなくていい。難しい、どうやって憲法改正するんだ。分かんないね。<laughs> だ、もう、なんか、うん、みんな、もう政治家は自由や。<laughs> 俺たちはリバイアさんをいくらでも解き放ちたいと。<laughs> いやー、<laughs> ファイナルファンタジーの見過ぎじゃないかな。<laughs> リライヤさんで召喚獣の名前じゃないからね。まあ、そ <laughs> まあある意味召喚獣って感じだけどね。うんとこれなんでこんな結果になるんだろうね不思議ですよ、うん、本当に、うん。日本人不思議ですね。日本人不思議ですね。<laughs> 私よくわかりません。<laughs> うん、はい、まあそんなわけでええー、もし私が自民党に今アドバイスをするとしたらです、ね オリンピックを中止にして、えー、コロナを撃滅するまでロックダウン。今が一番これが一番、はい、あのドム国民が望んでることです。はい、憲法改正は 憲法改正ちょっと難しいか分かんないみたいな感じちょっとそれ難しい話するのちょっと今やめてあげて憲法改正ってなんで自民党が言うかっていうとあの憲法改正のさ自民党草案っていうのって2012年自民党が野党の頃にできてるんですよあれ。で野党の時にこう作っているから。 すすっっごいまあとんがったやつなんですよね,、うん、ですね緊急事態条項があったり憲法9条を変えるとかっていうふうに言っているのは、はい、あれ実はですねあの選挙対策なんです初戦、うん、は。うん、だから選挙対策用だからこう話題になるようなぐーってやることをこ言わなきゃダメなんですようん、うん、でもあれ以降9年間たっても自民党は憲法改正草案っていうのを作ったんだけども。 憲法改正案は出してないよねねあ,あそう、ね、安倍さんがやるや,ろっっ、ね、やるやるっつってたけどねやるやるっつってたけど全く進まない1ミリも進まない長、うんうん、年にき換えかん憲法改正って言い続けたわけ、うんうん、でもこれ実は理由あるんですよあんな憲法やばいだろって <laughs> <laughs> 分かってるこれさ民主党政権悪夢の民主党政権ってね言ったけど、はい、<laughs> あの時にさ、うん 勝つために、うん、もうなりふり構わず作った草案だけど。うんに、うん、これやばいっすよねって。ちょっと自分でもドン引きみたいな。自分でもドン引きしてて。<laughs> でも。ネット予想とかは、あれで自民党支しちゃってるじゃん。ああ、過激だからね。そうすると。もう。自縄自縛なんです。これなるほど。つまり。<laughs> 事自縄自縛。あれで。 支持得ちゃったから今更、はい、いやね、ちょっとごめんごめん、憲法九条改正ってから、ね、やりすぎだった、ごめんごめんとかね、緊急事態条項とかそんなとか、あと天皇の表現とか、あれかったあかったとかっていう風に、こう言うとですね、はぁ、お前ふざけんなと。で支持が下がっちゃうの、ね、よ。はい、だから自民,、ね、自民党からすると、憲法改正についてはですね、もう、まいっか、みたいな。それはあると思うよ。 やりづらいな、うん、だから <laughs>、はい、あの自民党のそんなエクストリームな支持者、うん、あの人たちからですると、うん、まあやっぱり、あのー、やってほしいとは思うんだけど、うん、あれもじゃあ本気でやったらいやまた宿になっちゃうという恐怖感もあるからだからやらないんだと思うよ。なるほどね、うん、だけどあの本来は立憲民主の憲法改正案とか、ねうんえー、国民民主の憲法改正案とか、はい、共産党の憲法改正案とかっていうのが ちゃんと出てこないと。うん、本来はダメなんですよ。そうですね。議論にならない。そう,そう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 。はい、で。 で自民党の憲法改正案が出るんじゃなくて、うん、こうあの日本政府国会としてこの案でいきたいっていうのを出す必要がありますからねうーんまあでもそんなこと今コロナが大変なんだからうんだからもうそういうのは置いとくね膝つき合わせて話してたらもうクラスター発生しちゃう <laughs> 憲法改正クラスターですよなんかさすごい <laughs>、うん、あの今日ちょっと海外のニュースをね取り上げたかったんだけどあ,、うん、あのちょっと一個ね、はい、ええー、お笑いのあのニュースがありましてですねえ私がもしかしてピックアップしたやつよね あじゃあないやつなんだけど、<う>ちょっとね、1個お笑いのニュースがあって、えーとね、そうお笑いってどちらかというと、失笑って感じですかね。そう失笑、失笑。あの日本関、韓国<笑>笑、うん、えっ、ー、とね、NHK、えー、シンポジウムで、えー、しょ、あ、えー、これですねあの、これ、最後にちょっとですね、お笑いのニュースをですね。 えっと入れたいんですよね。したウイルス。はい。あの日本感染症学会とかがですね。はい、あと国立感染研究所がですね。ちょっとまでズームで呼年でのにもかかると人が聞いてんの？のどうなってるの,の？いやーコロナウイルスやばいぞと変異したウイルスは大変だと感染収束まで従来型に時間がかかるんだ大変だーっていうのをですね人を集めてやってる。いやこれセカンドライフとかじゃないの？<laughs> 懐かしいなおい。<laughs> ね仮想仮想街じゃない、ね、これすごくないこれ。 集まってんだよみんな学会バカでしょありえないでしょこれ面白いね、うん、いやー面白いことすんね、うん、これさな,なんて言ってるかっていうとあの変異した新型コロナウイルスの現状を報告する緊急シンポジウムを開かる <laughs> お前らが頭アホやって, <laughs> ってまずは思うのと国立感染研究所の専門家は国内でも広がる感染力が強い変異ウイルスについて 感染が収束の方向に向かうまより時間がかかるとして強力な対策を取らざるを得ないんだけどもみんな集まってくださいシンポジウム開きます。ギャグですねこれは。すごいねセカンドライフなんじゃない。<laughs> まさかリアのインゲじゃねえだろうっう <laughs> あれ全部アバターでしょって。<laughs> いやーこれね残念ながらですね、えー、こうやってですね集まってですね、えー、<の>いやつまんでいいじゃんこんなんね。そそうそう,そうえっ、ー、とねほら。 劇監ディセンター長がすごい <laughs> 自己矛盾に気づかんのかって感じだなの確かに気づかない。じゃこれも <laughs> まあさっきも言ったけど立場所出なきゃダメなんですよこれ。<laughs> ああああ。もうだからもえと <laughs> 世論調査として一緒に見るとさすっごいわかりやすくない。い確かに。かこれ本当だったらやんないかズームでやるかオンライン完全オンラインでやる。 やればいいのも何ならクラブハウスでやるに行ってっていう<ジ>あるいは YouTube ライブでもいいじゃんうちらも見れるか、ねうん、でもそれをどうして集まってやるのかっていうとですね立場があるんだそう,やっぱそうななのやらざるを得い事情があったんだよそう考えると今回世論調査今日もですね美味しくいただかせていただきましたけども、うん、緊急コロナ対策は評価しないけども緊急事態宣言はひあの延長してほしいっていうこのなんかよくわかんない矛盾ありましたねとか あとなんか顔ぶれがいいとかっていうのでなぜか支持率が上がる部分があったりですね。<laughs> はい、でさらに言うと憲法改正はしてほしいんだけども国民投票法案っていうのもこれ全部立場によって発言変わるわけよ質問が。そうするとなんかむちゃくちゃになっちゃって感染症学会のねとか国立感染症の専門家たちがですねこうやって出てきって集まって緊急でやらなあかん事情があって <laughs> こういうのに日本は満ちていると。<laughs> うーん って感じやなーであの理由は簡単じゃあどうやって逃れたらいいか理由は簡単ですよ。うん、自分の中に芯を持つことですよあ、ね、でそれであーのー残念ながらいろんなところとね摩擦が起きるかもしれない。でも八方美人知らない間日本は日本人は八方美人になっちゃうからそういうのをねやめて自分の芯を通すことが多分自分がまず生き残る道で,でその芯を通していく中で集まった仲間っていうのを と一緒に生きてていいくっていう人生がすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってね。うん、まあ,あの、生きるための日本史2万6800円でね、うんあの、うちも販売してますので、今言ったようなことの構造的な問題っていうのがですね、この本でわかるのと、まあ、あとはですね、職業政治家小沢一郎ね、これを書いたあの佐藤さんが、ドキュメント金融破綻っていうのをね、うん、書いてる、すごいいい本。うん、で、バブル崩壊まだ終わってないっていう本をで、あの本じゃなくて、えっと、動画をですね、はい、この2人で対談動画撮りました。で この動画がですね、あの明日、はいあ11日,11日までの入金分に関しては3万円で販売するんですけども、はいえー、値上げをする予定がありますので、えー、3万円で欲しい人はお早めにということで、追加コンテンツも今なら3万円で、えー、そのまんま見れますので、でぜひよろしくお願いしますいということで、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。それでは